こんにちは、コスケです。新型ステップワゴン、気がつけばもう納車から1ヶ月経ちました。この車で北海道一周もしましたが、基本ステップワゴンは妻が乗るのと家族みんなで出かけるときに使う予定の車です。前回は車中泊やドライブでの使い勝手、ロングドライブの燃費などを動画にしていますが、今回は買い物や家族での移動など、ごくごく普通に使う場合の使い勝手について動画にしてみたいと思います。先日娘を連れて買い物とか、あとは実家に少し帰ったので、その時の動画をご覧ください。今日はこれからこの新型ステップワゴンで娘を連れて街中に買い物に行ったり、実家に少し帰ろうと思っています。セカンドシートを一番後ろまで下げていますが、さすがに足元の空間は広いですね。3列目は格納してあるので荷物もかなり詰めます。少し大きめの車載冷蔵庫2つと、それを動かすためのポータブル電源も2つ積んでいますが、まだ多少余裕はありますね。何より高さがあるので上方向に余裕があります。広いから起きた。おはよう。行こっか。いいね、広くて。うん、すごい広い。これまたまちょっと曲がるけどね、うん、首は曲がるけど立てるのいいね。じゃあ行こうか。行こう。あ、座ったまま到着できるの。これに？そう。すごいね、広いね。すごくない？スライドシートだから立ってもできるしね。そう。ミニバンが人気の理由もわかるね。うん。めっちゃやりやすい。行きますか。じゃあ行こうか、ね。不安そうな顔してるよ。でした。これどこに積む？でもまだまだ積めるね。ね。パンパン。なぜ高いもんね、上が。じゃあ行きますか。この時はコストコで買い物をしましたが、とにかく収納力が高いんですよね。2列目をほぼ一番後ろまで下げても、あれだけの容量があるわけですよね。特に高さがあるので、あの時で言うと冷蔵庫の上に物を置くこともできますし、買ったものをこう積み重ねておくことで相当荷物を積むことができます。まとめ買いしても問題ありませんよね。それなのに全幅は175と、ベゼルとほとんど変わらないくらいなので、ちょっと狭い駐車場でも問題なく、何よりスライドドアということもあって隣とあまり空間がなくても乗り降りも楽だったりします。もちろんチャイルドシートに子供を乗せたりするのもすごく楽ですよね。子育て世代にミニバンが人気な理由もよくわかったなという気がいたします。もちろん車内で食事をしたりするのも問題ありません。うわ、お皿欲しい。あ、お皿もあるよ。開けちゃう？うん。うわすごいね、ローストビーフの量が。うわ、すごい。美味しそうだね。何枚入ってるの？たっぷり。いただきます。いただきます。美味しい？レタス。レタスしか。何してる？まだ肉に届かなかった。うん。では、じゃじゃん。おこんなに食べれない。これオープンポテトっぽいね。上が余裕あるもんね。うん、この中で抱っこひもにいける。うん、ねえ
というようにとても車内が広いので食事も楽々できますし、子供を抱え上げたり、あとは抱えたまま車内を移動したりということも可能です。もちろん抱っこ紐に子供を乗せるというのも車内でできるんですよね。通常の車だと車の外に出てから、まあ、抱っこ紐をつけて子供を乗せるという感じになりますが、ステップワゴンだと車内で抱っこ紐をつけて、で子供を乗せて、で一緒に外に出るということができます。特に運転をしない女性陣には相当魅力的に映るんじゃないでしょうか。チャイルドシートに乗せるのも本当に楽ですからね。車といえばやっぱり前のシート、フロントシートの2つがメインで最も快適なシートだと思います。ただミドルクラスのミニバン全てかもしれませんが、今回のステップワゴンに関してもセカンドシートが正直一番快適だったかなと思います。特に今回のステップワゴンのセカンドシート、オットマンがついてるんですよね。手届きやすいね。手つなぐ？もっと後ろ下がるの？うん、もう下がんなかった。あ、足だった。こっちこっち。これ？うん。荷物やばいんだけど。こうやって手つなげるの。いいね。ねー。よかったね。おー、楽そう。寝れるね。寝れる。いいね。私はみんな荷物持つじゃん、カバンとかね、うん、必ず。そしたらさ、いつも大抵さ、こう置く場所困るじゃん、うん、置ける。あ、なるほどね、内側にシート寄せれるからね。そうそう、確かに楽そうだわ。めっちゃ、うわ、2列目めちゃくちゃ快適だね。めちゃくちゃ快適でしょ。快適だわ、これは今までで一番快適。うわ、これは楽だね。楽でしょ、後ろ、うん、寝心地も良かった。しかも音も静かだね、うん、これ後ろにもエアコンあるから涼しいね。うん、すごい涼しい。冬はシートヒーターもあるよ、ね、うん。この足元も広いから荷物めちゃくちゃ置けるしね、うん、あと後ろも広いし、いいね、広くてね。まあこうやってセカンドシートに子供と一緒に座っていると、チャイルドシートに子供を乗せるのが楽だというのはもちろん、移動中もチャイルドシートに手が届きやすい位置や顔が見えやすい位置にこうシートを調整して自由に配置することができるんですよね。この新型ステップワゴンはセカンドシートが前後左右に動くので、子供が泣いたり、まあ、こう騒ぎ出したりという時にとても対処しやすいなと、そんな風に思いました。荷物も2列目の前後両方に十分積むことができて、子供がいる家庭にはこれ以上ない便利な車だったように思います。というわけで今回は実際に買い物や帰省で子供を乗せて新型ステップワゴン使ってみましたが、想像以上に便利で楽しい車だったと思います。やはり子供がある程度大きくなるまでは1台ミニバンがあったらいいんじゃないかなと、そんな風に感じました。ステップワゴンの場合、ドライブもそこそこ楽しく、車中泊も可能で荷物も積めるということもあって、高速をメインで使うとか、もしくは峠の走りを楽しみたいという場合以外は万能な車じゃないかなと思います。まあ、あとは北海道在住の僕としては 4WD ハイブリッドがあれば完璧だったなと、そんな気がいたしますね。それではまた次回の動画をお楽しみに。